はい、今回もですね、マシンティップス行きたいと思います。前回はですね、こちら、アイマシン2のパッドですね。オリジナル素材を読み込めると。今回はですね、これを応用しまして、鍵盤楽器としてこれを使用していこうという形で進めていきたいと思います。今ですね、このように A、B、C、D とですね、4つのトラックがあります。で、B がですね、鍵盤になっていまして、ここで音程を配置することができるんですけども、例えばこう作業を進めていく中で、こう C、D もですね、鍵盤として使いたいといったことが出てくると思います。このあたりも簡単に対応ができまして、例えば C を鍵盤にしたいとき、これですね、この C の部分長押ししますと、パッドで使うか、キーボードで使うか、選択できますので、これですね、キーボードにしますと、こんな感じ、B と C、同じような仕様になるといった形ですね。まず音色をこう読み込まなくて音が出ませんので、虫眼鏡をタップしまして、これですね、鍵盤マーク。そして、ネイティブインストゥルメンツのこのアイコンですね。これがメーカーが用意した音色ということになります。ベース、キーボードだったりとか、様々なものが用意されていまして、こちらですね、タップしますと、プレビューができると。今ですね、この E のキーボードが光りました。これはですね、プレビューされた音程を示唆していまして、例えばもうちょっと低い音程で聞きたいと言った時はですね、今ここでですね、オクターブ調整することができますので、例えばオクターブを下げて、サンプルを再生しますと、このように低い音程でプレビューすることができると。より楽曲に合わせた音色選びしやすくなるかと思います。今回の趣旨としましては、自分で読んだサンプルをですね、使いたいということですので、前回やりましたね。こちらユーザーのアイコンに行きます。そして、今回鍵盤マークではなくて、サンプルを用意していましたので、こちら波形マークですね。行きますと、こう、取ったサンプルが並んでいるといった形です。先ほどの概要と一緒ですね、タップしますと、プレビューができますということになります。はい。今実際録音したものより1オクターブ低く再生されています。デフォルトの音聞きたければこちらですね、オクターブを C2 にして、ここのですね、鍵盤を押すと、録音したデフォルトの音程となります。プレビューで選択している段階で、全鍵盤にですね、サンプリングしたものが音程で並ぶということになります。で、もちろんですね、どんどん聞いていきまして、この音も良さそうですね。こういう風にどれを使うかと決めることができる。こんな感じで使うサンプルを選択することができると。先ほどもちょっと聞いたこのサンプル15、良さそうです。この P というものがですね、割と音程っぽく聞こえますので、ここを使いたいんですけども、一つですね、問題があります。前後にですね、雑音っぽいものが入ってますよね。こういった素材のエディットもですね、柔軟に行うことができまして、こちら左側のこの波形マーク行きますと、選択された素材が波形で出てます。で、今サンプル15と書いてますね。この右側見ていただきますと、ハサミマークあります。これをタップしますと、このような画面に飛びまして、スタートポイントとエンドポイントを決めることができます。ここで選ばれた範囲が楽器として使用されるということになりますね。例えばこのように選んで、そして確定ですね、アプライを押します。そうしますと、今使われているものですね、視覚的に確認することができまして、サウンドも、こんな感じですね、ワンオンで弾いても、さっぱりするということになります。さらに面白いのが、このエディットというものですね。これ様々な項目並んでいますけども、この中で注目すべきところが、このワンショットというものですね。これどういうものかと言いますと、今ですね、タップします。はい。すぐにタップを離したとしても、最後まで音が再生されてしまいますね。安定して演奏はされるんですけども、こう連打した時とか、音がどんどん被ってしまったりしますね。こういった時に重宝するのがこのワンショットを切るという ADSR 方式ですね。こうしますと、鍵盤を押してる間だけ、再生されます。鍵盤をすぐ離せば、短い音。じゃあ長く演奏したければ長めに押せばいいですし、かなり演奏柔軟にコントロールできます。こういった感じで素材をコントロールできるところが非常に面白いかなと思います。このようにですね、素材が整いましたら、いよいよレコーディングを開始していくと。こういった時もですね、非常に面白くユニークな機能たくさん用意されていますので、このあたりをまた見ていけたらと思います。といった感じで今回の解説はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴誠にありがとうございました。この動画が参考になりましたら、グッドボタン、高評価をお願いいたします。今後も動画を更新し続けてまいりますので、もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ウェブサイトや Facebook、Twitter なども更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。その他、動画の再生リストなども用意しておりますので、パソコンの方はもっと見るをクリック。スマートフォン、タブレットの方は動画のタイトルをタップしていただくとアクセスが可能です。また、スリープリークスに対する応援メッセージやコメントなどをいただければ嬉しいです。今後ともよろしくお願いいたします。